皆さんこんにちは、エンビです。今回はですね、プラネットクラフターがついにアップデートきました。正式版、実はですね、正式版の前にベータ版がすで、にリリースされてましてですね、それで教えてもらって本当は収録をさっきしようかと思ったんですが、しようと思った時に正式版が来ましたはい、なんで正式版をやっていきましょう。アップデートですね。で、現在のテラフォーミング具合なんですけども、テラフォーミングは 1.28PTI ですね。はい、こんな感じです。まあ、テラフォーミングをやってたっていうよりも、ホーチミングをしてました。はい。で、現段階なんですが、これね、なんかバグなのかどうなのかわかんないですけど、本来だったら両生類に行ってたんですが、こんな感じになりました。これちなみに解体して治るかな？ちょっと治るかどうかちょっとやってみましょう。これかな？これ治ったらいいけどね。あ、ダメだな。治んない。治んないですね。で、新しく追加されたやつですね。これですね。インキュベーター。これを使用して、幼虫と変異源を含む新しい昆虫を作成します。突然変異を同じレシピで異なる幼虫を作ることができます。いくつかの突然変異を発見する必要があります。みたいな感じですね。あとはこんなもんかな、こっち側。で、こっち側ですね。主に変わってんの。バーンと変わってますね。植物らへんに変わってます。蜂の巣。植物や昆虫を増やします。バタフライドーム。その中に蝶の幼虫を挿入して昆虫のレベルを上げます。で、幼虫があるみたいですね。はい。で、昆虫を、上げていくと、これが増えていくみたいですね、どうやら。野外農場。あ、農場来ましたね。これで、植物栽培できたらいいんですけどね。野菜って書いてますね。でも、違うのかな？はい、はい、はい。ここはいろいろできるみたいですね。はい。で、新しいバイオームができているので、ちょっと先行きたいな。ちょっと用意してから行こうかな。よし、じゃあ準備ができたので、時の部屋ですね。時の部屋に行ってどこなのかちょっと見てこようかな。よいしょ。どこだろう。あれかな？あれっぽいっすね。ちょっと行ってみましょう。このまま。よし、行こう。ダイレクトに行けたらいいんですけどね。だいぶ水が生成されてますね。あ、このままいけないか。いけない感じかな。行ってほしいな、このまま。飛べるかな。あ、いけそうですね。いけそう、いけそう。オッケー。おー、突然できた。滝ですね。うわぁ、すごい幻想的。いいですね。幻想的だ。よいしょ。うわぁ、うわぁ、わぁ、すごい、すごい、すごい。いいですね。いい、いい。あ、ちょっと、そうだ。マグネシウム取っていこうか。拠点ですよね。作らないといけない。よいしょ。あ。あー、こういう感じなんだ。とりあえず置いとこうかな。昆虫とかはどうやって手に入るんだろうな。いやー、いいですね。いい雰囲気。よいしょ。これでできるかな。あ、できるな。ちょっとここら辺にでも置いとこうか。よいしょ。よし。じゃあ、扉を作ってと。オッケー。この中に昆虫いてんのかな。昆虫は自動的に生成される的な感じ書いてたんだけどね。まあいや、行ってみよう、とりあえず。すごいな。何があんのかな。この中行けんのかな。これ木、これ滝の中ですね。滝の中にはなんか潰すのかな。なんかあるわけじゃないのか。ちょっと登ってみようか。登れる、登れる。登れない。あー、登れない。こっちなら行ける。いけないのかな？いけそうでいけないですね。ダメだな。ちょっとまた後でチャレンジしてみようかな。とりあえずこの中に何かあったりするのかな？
ないか。何かありそうですけどね。何かありそうですよね。ないのかな。これもう滝のところまで来ちゃったな。滝のところまで来ちゃった。あら、ないな。何かあるわけじゃないのか。なんもなさそうな気がしてきた。この周りかな。ちょっと周りを見てみましょう。これとか。あ、なんだこれ。あ、ファブリック変わったんだこれ。変わってますね。こっちはなんか潰せそうなとことかありそうですけどね。上なんかありそうな気もするけどな。ないのかな。登れないこれ。登れそう。いける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 。あ、いけますね。ここまで登れた。さらに上いけるかなこれ。あ、ちょっと壁が透き通ってますね。ちょっと危ない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 。壁が透き通ってる。あ、でもまあまあ、ここまでは登れたな。ここは？壁が透き通ってるってことは、ここ何もないかもな。ここまでは登れた。さらに上は？あ、行けんことない。あ、新しい通信が来た。登れないか。何もなさそうだな、ここ。ああ、登れない。登れそう。あ、いけた、いけた、いけた。あ、ここまで来れましたね、上まで。今、上まで登れましたわ。ああ、こんな感じなんだ。へえ。あ、なんだ、ここ。ここにパルサーコーツっぽいのがあるぞ。パルサーコーツだ。おお。てっぺんにはパルサーコーツが一個あった。ははは。そうなんだ。滝のところ他は何もないか。これどうやって出てきたんだこの滝は。水源がないですね。水源がないけど。あー、こんな感じなんだ。何かあるわけじゃないんだな。今のところちょっと見当たらないですね。うん、ないですね。あと、これなんだ？あ、ここに、珍しい幼虫がいてる。もらっていこう。あ、この水にあるんだ。一般的な幼虫。幼虫、この、滝の中、滝のところにいてるんだな。いてる、いてる、いてる。よいしょ。あ、いっぱいいてるよ。珍しい幼虫と、一般的な幼虫と。滝の水の中にいっぱいいますね。もらっていきましょう。じゃあ、一旦、幼虫ですね。手に入ったので、幼虫、珍しい幼虫。新しい種を作成するために、インキュベーターでそれを使用してください。昆虫の段階に達した時に外で見つかりました。はあ。一般的な幼虫。新しい種を作成。あ、これも同じこと書いてるな。ほうほうほう。まあ、今何のこっちゃわかんないので、まあ、ここにでも、テレポーターですね。つけて、置いときましょう。で、滝として、置いときましょう。じゃあ、戻ろうかな。よし、帰ってきた。で、まず作るのは、これ作っとこうかな。スクリーンバイオマス。うん。これ必要そうだね。あ、通信だ。さっき通信見よう。通信。私たちのセンサーは、あなたの惑星の状態かなこれ。状態が表面に野生の幼虫の出現を可能になるはずであることを、なんだろうこれ。なんとかしました。インキュベーター内でこれらの幼虫を使用して、なんとか優秀のミツバチや蝶を繁殖させます。
これらの種はあなたの使命を果たし、テラフォーミングプロセスの速度を上げるために必要です。あなたは注意深く見守られています。センチネルコープ以外の人に連絡するために通信デバイスを使用するべきでないことを何とかしてください。はあ、はあ、とりあえず、幼虫をしろよってことですね。センチネルからのメッセージみたいですね。ああ、じゃあ作るか。とりあえずは、これですね。スクリーンバイオマス。よし、これでスクリーンバイオマスですね。わ、これどうしようかな。ここら辺とか。あ、ここは無理か。しょうがないな。とりあえずはここに置きましょう。よいしょ。これが植物、昆虫、動物。いずれ動物が出てくるんですよね。それのことみたいですね。またこっちとは別ですね。ステージの隣にするか、やっぱり。こっちに置いとこう。そういうのが分かりやすいですよね。こうしよう。で、ちょっと今、バグってるやつはこっち置いときましょう。よし。これで昆虫も上がっていくようになるために、作らないといけないのが、インキュベーターですね。これできますね。インキュベーター。とりあえずやってみるか。あ、でかいな、これ。とりあえず、こちら辺にでも置いとこうかな。はい。で、これは、開く。DNA マニピュレーター。はあ。あー、これで作るんだ。一般的な幼虫と変異株と肥料でできますよってことか。ミツバチ。うん、珍しい幼虫。あー、何にしようかな。今んとこ、持ってる素材で全部できそうだな。カイコ。とりあえずミツバチにするか。変異株と肥料。変異株と肥料があればいいんだな、とりあえず。よし。とりあえず一つ入れてみようかな。これと、これと、これ、だよね。シーケンスを開始。これはしばらく待っとかないといけないですね。できたかな？あ、来ましたね、ミツバチ。かわいい。かわいいですね。かわいいかわいい。成長があるみたいですね、どうやら。成長が 0%。こんだけ取んねんのに。0% なんだ。これさらにもっと入れていくのかな。次は蝶を作ろうかな。蜜蜂 OK。蝶、ペンガ、シェブロン。バタフライ竜。ちなみに、バタフライ竜が一番、昆虫指数が上がるみたいですね。500%。ありますね。できんことない。ただ、こん中に入れていいのかな？一つ一種類から。何種類も入れれんのかな？で、これ、取れんのかな？あ、ミツバチの幼虫って書いてある。あ、取れるんだ、これ。はい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 。これはまたこれで使うのかな？あ、消えちゃった。あ、出てきた。なるほど。これちなみにミツバチの幼虫入れて、これ変わんのかな？どっちだった？これか。変わってないですね。あくまでこれは作るためのものなのかな？ほっとったらなるのか、どうなのか、ちょっとわかんないけど。